今回の展示会ではその最後に、私と西岡さんが作ってきたそのイラストポスター、似顔絵ポスターみたいなのを15回分丸ごとご紹介しようということで、この高校の春藤正果歩さんというのが第1回目に、訪問させてもらったお店なんですけど、もうこの企画を、まあ、もう決定づけたっていうか、まあ古くからある北島の お店、そういうお店が元気に頑張ってるのは一体どうしてなのかっていうのが、なんか番組の取材を通してこう皆さんに知っていただけたらいいなみたいな、仕事じゃないんだけれど、ちょっと自分たちの職性を生かして新たな角度で紹介すると、まあ、こんな似顔絵描いたらまず仕事来ないです